みなさんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島からお送りしています。えー、これ録画しているのが2021年5月31日月曜日です。えー、もうね、今年も5月ももう終わってしまいます。で、6月1日明日から、まあこれ公開される日からですね、またこの規制が一段厳しくなりまして、MECQ Modified Enhanced Community Quarantine で。 あ、エンハンスっていうのは強調するっていう意味です。けれども、そういう規制になります。また1個ね。厳しくなるって事です。でも、まあもう平和なところなんでまあ、大したね。変化っていうのは僕らに関してはないんですけれど、まあ、平和な中でも色々な騒ぎがね。起こってます。 でこれ先週のことなんですが5月の25日に起こったことなんですがそれよりちょっと前にね約150人のシシェリフシェリリフフででですすよ保安官が誕生したんですねでこの規制のいろんな決まりプロトコルを守らないっていう人に狩りを犯す罰金をね申し付けるっていうような役目の人たちがね約150人誕生して。 えー、使命感に燃えてね頑張って働いている方たちもたくさんいて主に、えー、町の中心部をメインあとはショッピングモールの近くですとかねそういうところにこのシェリフたちが、えー、歩き回ってほとんどね二人一組で歩いてたのかなって活躍してたんですけれども何たることか先週のねこの5月25日に、えー、シェリフのね二人が、えー、麻薬のねドラッグの 売人としして、ね、逮捕されました、えー、警察のねおとり捜査によって捕まってしまったんですがまあそれによってねこのシェリフに、ね、なって頑張って人いた人たちの地位がなんか地に落ちたという風な感じになってシェリフやってた人たちのね何名かはものすごくね怒ってます。こ、まあ、こういういとがね こここだけけででではなくててフィリピン中で起こってるわけです、ね、あの警察官のね引き起こすいろいろな問題ですとか、まあ、大統領がねドテルト大統領になってからだいぶよくはなったんですけれどもそれでもあのフィリピンに関わりのある方あの彼女とかね奥様がいる方でしたら、まあ、大体身内近い人にね警察官一人いると思いますが。 必ず、ね、皆さんこの身内にね警察官がいる場合は例えばおじさんがね警察官なんかだったという場合は「うちのおじさんはいい警察官なの?」って必ず言うと思いますけれどもそう言うほど良くなないい警察官も多いってことなんですよね。何人かに僕も会ったことあるけど「うちのお父さんは」とか「おじさんは」とかはね いいい警察官なの。これ全員口を揃えています。まあ、もちろんねその警察官の方おじさんなりねそういう人は身内にはね悪い目見せないわけでいい警察官もいますよもちろんただね、えー、そういうことも多い、まあね、なんかちょっと悲しいことなんですけどね僕が前にねあのカビてバコールに住んでた時、まあ、前のかみさんといたんですけれどもやっぱり一人 前ののささんんんおじさんがね、元警察官だったんですね。で、まあ、もちろん親戚中ね元警察官なんで「あの人はね現役,の時現役の時はいい警察官だったの」って言ってリユニオンみたいにしてみんなで親戚中が集まるってことが僕らが住んでたねアパート、まあ、結構前庭も広かったんでそこで集まった時にね えー、そのおじさんと話をして俺が現役のまあ足の悪いおじさんだったんですけれども俺が現役の時に犯人に撃たれたんだって銃撃を受けたんだって言ってねこの膝のねちょっと横側にある、ね、傷を見せてくれる、まあ、確かに銃創でした銃によるものなんだけど他の親戚のまあその元警察官のおじさんもベロベロに酔っ払っててそんな話してたんですがで他の親戚の人が来てね あの,あの人の話は信じちゃいけないあの銃の跡っていうのは酔っ払ってね銃が暴発したんだってなんてことも聞いたりしましたけど、まあ、そのね元警察官のおじさんはねえっ、ー、とねいくらしたかな3,000ペソを僕に貸してくれって言っててどうもねなんか怪しいなと思ってて確かね1,000ペソその時持ってた財布をパッと開けたらね小銭の他に大きい札が1,000ペソしかなくって。 たぶん帰ってこないだろうなと思ってね3,000はないけど今1,000ペソあるから早くこれ貸してあげるって貸してあげてありがとうって来週には返すからねうへへーなんてこう単独はいいかなんかもって酔っ払ってたんですけどまあ当然のことながらね、えー、それ以降は顔を合わすことはなかったです、まあ、そうやってねあの身内のいい警察官の方たくさんいると思いますがパラワンではねそんなね、えー、不祥事シェリフね保安官に怒ってしまいました。 <laughs> そんなこととが一つとでそれはほか、えーね、にね昨日見たのかな、えー、と州立病院フェールト・プリンセサーに、えー、パラワン州がやってるそのまあ、公立病院があるんですけれどもそこでね母乳を寄付してほしいというようなことがあってこれちょっと調べていただくとね、えー、ドナーミルクとかね母乳バンクなんてミルクバンクなんて言われてるところまあフィリピン 各地にもありますけれど他の国にもあるんですけれどもそれをねそのパラワンの州立病院で母乳の、ね、ドナーって寄付する方を募ってるっていうようなニュースがありまして、うん、母乳母乳の寄付ってどういうことだろうと、僕はねそういうの知らなかったんでピンと来なかったんでどういうことかなと思ってちょっといろいろ調べてたらどうやらこのウイルスに感染しているお母さんが産んだ。 子供、母親と隔離されるわけですよね。それによって母乳を与えられないっていうようなことがあって、えー、母乳バンクなんていうのね。まあ、そこではね、母乳の寄付を募ってるってことなんですね。まあ、ちょっとね、ここに写真出しますけれども、まあ、こんな感じでね、えー。母乳の寄付を募ってるってことです。なんか冷凍にして保存しておいて、それを解凍させて、赤ん坊に飲ませるってことですが。 赤ん一人って一日にどのぐらいミルク飲むんだろうちょっと想像もつかないですけど、まあ、母乳寄付してくれって言の僕母乳出ないですからどうしようもないんですけれども。 まあそれをねちょっとパラワンのプエルト・プリンセサから離れたところのね役場でそういうなんていうのかなアナウンスがされてたまあその場所では感染者が出ていないというようなところなんでそこでねその寄付を募ってたっていうことなんですね州立病院このプエルト・プリンセサの中央にある病院に寄付をしたいからつって他の離れたところでその寄付を募ってたっていうようなのがあって母乳バンクっていうの僕ね初めて知りました。 えー、まあねその母親と隔離されちゃった赤ちゃんたち、ね、母乳っていうか、まあ、ミルク飲まなきゃいけないですからね母乳バンクですってそんなことが出ててちょっと驚いたたような感じで僕も調べました、えー、それからねもう一つがね明日からまた MECQ これ公開される今日ですよね厳しくなってまたチェックポイントっていうのがいくつか 本当は今もチェックポイントあるはずなんですがこれ自立上ないんですで明日からねまた一段厳しくなるからってことでチェックポイントっていうのが、まあ、メインのところに何箇所か設置されるんですが多分またね今日ですね今日6月1日に始まって、まあ、続けて2日3日なんかねチェックポイントを設置しておく予算がないなんていう話が出てて。 チェックポイントのの数も減るのかな、まあ、これも写真出しますけど、まあ、こんな感じでねチェックポイントというのが設けられるわけです各地にですねうん予算がないっていうまあでもちょっと前までこの市内の至る所にね街灯を建てるなんてこともフェルト・プリンセスの市で行われてて、まあ、それはそれで仕事のない人たちにねその公共事業で仕事を与えるってことで。 えーまあ、この周辺の人にもねよく作用してたことですがまあそういう、まあ、それはね有意義なお金、まあ、チェックポイントもね無意味だとは言わないですけど、まあ、有意義にお金を使っていくわけですけれどそのチェックポイントを、ね、設置しておく予算がどうのこうのなんていう話も聞こえてきてます。いいろろこここんなことが起こってるパラワン島ですけれども えー、今日はねあとで、えー、今日は5月31日なんでまたね明日あたりちょっと、うん、もしうるさくなったら嫌だなというのでまた食料の買い出しに行ってきますがまたねしばらくあの僕の仲間たちも外に出れない、ね、食事に出れないなんてことになってしまうんで一応これが6月の末まで続くっていう風にアナウンスがされてるんでまた1ヶ月ねこの 我慢の日々が続きます。なかなかね、えー、新規感染者も減らないで、今今時点のですね、感染している方、アクティブケースというのが600人前後を推移しているということで、なかなか減っていかないんですね。それの一因にはワクチン怖いって言って逃げちゃうと人が結構多いってことでうん、なかなかうまく進まないですね。 まあ、基本的におとなしくしている私たちです。今日はここら辺で失礼します。